てよ、上司が立てよね。うん。これはオリーブです。はい。オリーブです。うん。なんか水分とっちゃらな板でしまう。これ長いこと使うね。あれ森さんと誰さんが。スミエさんと森スミエが生きちゃった時、これ買うてくれたから買うてくれた。うわ、あのほらスミエさんと森さんとヨルミツさんと3人で、うん、うん、あのほらここはちょっと火事があったやが近所に、うん、ほんでちょっといたんだろ、うん、なんかのためにそんなこと言わんと思う。ほんで、こうやって炒める。はい。オリーブオイルで。この時に問題があるの。問題？これね、塩だけで味付けてた。あ、そうなんや。うん。塩だけ。何にも入れたらいい。あの急いでないときはね、チンせん方がいい、はい、あ、そう、チンしたらお水分もやっぱりチンせんずつそのままやってないけど、今日はちょっと寝すぎたしね。はいはい、時間かかる、うん、うん、大丈夫、かけてるけどね。うん、これはもうお塩だけで味が決まるけどね、ものすごく難しいね。そうか、お塩入れすぎたり感じ、こうやって少しずつ入れて、うん、お味にも手やった、
べてた食べね、うん、もう飲んじゃうよ、もうお手をよけるのってあるかん、どっかにさ、うん、食べ持ってるから、うん、うん、燃えろ、これええわね、これで、焦げろ、今日が、これで今度はピーマン、うん、肉汁がいっぱいついたらいかんだ、ほんで最後にこれもピーマンも、これはい、これは塩コショウだけオリーブです、うん、はい、今日のお弁当は1、2、3、4、5、4つだわ、あれがあるよ、いつくる、あ、よっかいゆうごのおばあさん、ありがとう、大丈夫、大丈夫なこと言ってあげる、なんて、十分のことはできんからね、おばあちゃんも、よったげんから、いや、十分です、できることはすごく気をつこうてやったで、十分ですよ、うん、うん、そう言うてくれるのはありがたいけど自分で満足してない、ああ、そう、こっちは大満足、それで、かわいそうだ、なんでや、うん、だって幼虫だね、そんなことない、下手だけ、いや、それはない、今日はほんとスキムトを見てくれてね、ああ、はいはい、天ぷら、うん、あの、うん、行ってみて、畑行ってみて、できてったら、うん、まあ、あてんなら、それがあの、綺麗な、綺麗な花が咲くよと白、うん